マリー・テレーズ・スユブリニマリー・テレーズ・スユブリニはフランスのバレエダンサーである。史上初の職業的女性ダンサーと言われるラ・フォンテーヌに続いて舞台に立った職業的な女性ダンサーであり、バレエの女王と高く評価された。パリの生まれ、スユブリニは1690年にパリオペラ座で舞台デビューし、リュディア・アンドレ・カンプラの作品で主役を務め、バレエの女王と高く評価された。 スユブリニは1699年に東大最高の美男ダンサーと言われたクロード・バロンと共にロンドンの舞台に立ちイギリスの観客の前で踊った史上初の職業的な女性ダンサーとなった。スユブリニがバロンと組んで踊ったデュエットのうちいくつかはラウール・オージェ・フィエが考案した舞踊寄付法で記録が残されているため再現が可能である。スユブリニは フランスにイギリスのジグを紹介した人物と言われる。彼女は1705年までパリオペラ座で主役級の役柄を踊り、1705年までその地位にあった。死没の時期は1735年頃とされている。ありがとうございます。